うございます。ごめん、ちょっと今日はいつものスタンドが使えなくて、調整してたらちょっと時間経っちゃった、ごめんなさい。おはよう。おはようございます。晩中咲き、おはよう。お母さん、お疲れありがとうございます。お疲れ様です。ちょっとなんか暗いな。やばい、今のでスウェットでインしてたのがバレた絶対。ちょっと寒いから高く靴下履こう。今日のこのなんてすごいブサイクに見える、下から撮られてる。じゃあ顔がなんか伸びてるわこれ、なんでこういう画角。ちょっと髪型のせい、こうしたらいい、顔が伸びるんですが。ちょっと明るくなったかな。やよさん、待ってたよ、ありがとうございます。さんブーケありがとう。大ちゃんさん、これなんだろう。お手紙ありがとう。パーさんグッドありがとう。石毛マシンさんゼミありがとう。トミッツさんハートサクさんありがとう。パンさんコスモスたくさんありがとうございます。ついに今週末にディズニー初めてお会いできます、楽しみです。私も楽しみ。よいしょ、ちょ待ってね。なんか上向いてるんだけど、上向いてなんでやだ、変な角度してる、気持ち悪い。これなんでこうこうできないの、こうなってほしいんですけど。私上は立って下が沈んでほしいんだけど、もういいよ。パジャマ流せ、パジャマってか、もう急遽パジャマにしたって感じです、これは。
さん、かわいい、ありがとうございますはいよー、そう、インしてます。今日も安全に、今週もあんたさん、コスモスありがとう。そう、お腹冷やしたらダメだからあっくんさん、リジン首だけありがとうございます。はじめまして、ゆっくりしてってくださいあっとさん、待ってたよ、たくさんありがとうございます。こんな朝からありがとうございます、本当に待ってたよ、リーも待ってたよ、リーチしかあ、昨日送ったメール見た、最後に送ったメールかな、最後、一番最後に送ったメール、あのデートひーちゃんの写真安定的に可愛いよ、本当に今日は可愛くないんだよな待ってさ、魔女の帽子もたくさんありがとうハロウィンだね、ハロウィン、朝配信久しぶり、朝配信久しぶりってか、そもそも自分が朝配信することが久しぶりだもんね、配信久しぶりっていうか、長時間のレッスン、最近そうだね、レッスン長いね、レッスン長いですね最近、なんかほんと0か100だよね、かなさり体調壊さないようにしてくださいだってね、みんなも気をつけてね、なんか今風邪気味の子多いよね、ほんとに。あ、そう、よく眠れたよ、これのおかげで、これ今日使ったやつ、これめっちゃ良かった、初めて使ったんだよね、私初めて使ったんだけど、これめっちゃ良かったです、本当によく眠れるから、これ買おうと思った、強く眠れます、これリーム買おうと思った、メグリズム ボブさん、コスモスたくさんありがとう、ハリチオリケンギンガーさん、コスモスありがとう諦めたい幕張ね、もう幕張楽しみすぎる、初めてのお話し会だから今回のやつは、なんか息をする心は3期生は途中から参加で、途中から参加で、テンスはあれですから初めて最初から参加できる話し会な、楽しみですしかも着室もたくさんあるしね、パンさん音符たくさんありがとう、僕対公、あ、そう、僕対公演ね、初日11月14日にも決定しましたのでねみんな来てくれるかな、11月14日です、舞台公演の初日は、キッドさんお仕事行ってきます、バイバイだって、行ってらっしゃい、気をつけて。
今日は月曜日だもんね。とみつさん放課後ホームルームコンビ、確かにそうだね、放課後ホームルームコンビでもあるわ。そういえばひーちゃんとはゆこちゃんちゃんさん、おはよう、おはようございます、はじめまして、藤井玲です。ゆっくりしてってください。ビンゴの神さん、生きてるだけで可愛いよ。わあ、めっちゃ欲しいそうだね、生きてるだけで偉いっていうし、生きてるだけで可愛いよね。あ、なんかそう、リエのママとパパは妹テレビを見たみたいよ。なんかお金払って見たって言ってた、放送されんからこっちは妹テレビを見たらしいです。おはようございます。田清水さん、11月4日の連話し会追加で申し込みしようかな。本当にありがとう、嬉しい11月4日ね、もうね、あれ今日までかな、11月4日ってもう申し込めるのかな。ぜひぜひ待ってます、ありがとう嬉しいなビンゴの亀さん、11時間のレッスンは長い、しかも休憩、昼休憩40分。なんで知ってんのそんなになんで誰か言ってたんですかそんな話なんで昼休憩の時間まで知ってんのやらないときはやらないけど、レッスンやると長時間ね。やらないときってか、もうやらないときはさ、レッスンすらない日が続くときもあるじゃん。今押しテレビ見たよ、スリッパ卓球おもろかったの。本当スリッパ卓球ね、初めてやった。てか卓球自体もあんまり、卓球とか卓球体育の授業でやったことないんだけど、ああるか、いやなんか一日だけやったかも、一日だけ卓球の授業があった気がするいや、入浴剤じゃなくてメグリズムでしたこれめっちゃいい。そう、ホットアイマスク、そのまるママさん、ホットアイマスク私も使ってる。これめっちゃいいですよね、本当に。もうこれがあったらもう超眠れるなって、初めて使ったんですけどめっちゃいいなって思ったビンゴの神、昨日岡山にゆなちゃんとサチ何人来ましたらって、どうだって、どんなトークをするんですか、めっちゃ気になる。普通にナビちゃんおはよう、ゆいちくんコスモスありがとう、みこさんおはよう、おはようございます、はじめまして、ゆっくりしていってくださいタイニーハルムのお話し会よろしくね。そうだよ、まだまだ年越す、なんか通知をプッてやろうと思ったらさ、間違えて通知に押しちゃって飛んじゃったよ、そこに。ちょっと待ってね、どこまで見たのか分かんなくなっちゃったよご期待スタートおめでとう、ありがとう。思ったよりも早かったな、自分的に。自分はも意外と早い始まりだったなって思ったんだけど、思ったんですがみんなどう思った？味の素のグリナっていう睡眠サプリ、グリナ
知らない、初めて聞いた。美味しいの？おパンチだよ、おパンチ。おーとパパはで球技、球技というかできないの知ってます。まあでもあの学校じゃないから、まあ真ん中ぐらいの順位ならビリ取った方がいいよねっていう結果に至った。これが学校だったら大変だけど、おはよう。あ、やっぱ今日までだよね。話し会今日の1時までです。これで最後です。とりあえず11月4日の分はこれで最後なんかな。じゃあみんな待ってまーす。あとさ、本当？爪痕残したねってなんかね。今はす本当に。私もだ、もう本当3期が登場したしてちょっととした、んどこまで見たんだっけ、インタビューみたいなとこまでしか見てないんだよね。誰がペアにしたいですかみたいなところまでしか見れてない。チンキータさん待ってたよ、ありがとう。イジ行ってきます、いってらっしゃい。深田清水さんメグリズム使用してください、ありがとう。どういうこと。うん、めっちゃ良かったです。超熟睡できますあれ。キューポンかわいい、ありがとう、おはよう。確かにレッスンある日とか、てかこれから毎日使おうと思った、これ買おうと思って、めっちゃ良かったから。リフォージさんおはよう、おはようございます、はじめまして、ゆっくりしてってください。あ、質問タイムがあるんですね、なるほど。ハマさんおはよう、おはようございます。はじめまして、ゆっくりしてってください。ね、山口で僕耐えるの私もびっくりした、広島かなって思ってたから勝手に、だからえ山口なんだって思って、そうなんで山口なんだろう。なんでなんで疑問ばっかり。エオさんいいねありがとうございます。
リチがイベント出たら必ず駆けつけるからねって。わ、嬉しい、ありがとう。それは結構ありがたいですねじゃあまずはリエが頑張らないとだねフフ国体公演のメンバーね、そうだよね、気になるよね。いやでも自分たちもなんかよくわからないよね。なんかなんか聞いても人によって言ってること違うから何が正解なのかわからん僕たいでまた瀬戸内ツアーみたいに瀬戸内回るんですかね。どういう感じなんだろう。でも瀬戸内ツアーみたいに回るんだったらさ、なんか前と変わらんくない？前と変わらんようにしてるんかな？それともやっぱ回るんか。そうなのね。埼玉行こうよ埼玉あ、確かに一周してずっと広島、それはめっちゃありそうですね。確かにありえる。なんだろうね、関東行かないのかな。行かないか瀬戸内回るんだったらさ、もしさ、もし瀬戸内回るんだったら自分が行かなか、この前の瀬戸内ツアーで行かなかった県に行きたいよね。岡山とか行きたいわ。岡山行きたいね。どんな感じなんだろうね、気になるね。自分も私たちが知らされるのってファンの人よりもちょびっとちょびっととか、ほんとほとんど変わらない時期にお知らせされるんで、自分たちもまだ何もわからないんですよないんじゃない？分かんないけど、分かんない。どういう目的でやるのか分からんから。でも瀬戸内ツアーはなんか一人一人のことを知ってもらうためにみたいなことを言ってた気がする、やるときに。だから名刺配りあったんかも。でも僕隊公演はどういう目的で始めることにしたんかまだ分からんからね。埼玉でやりたいよね。てかみんなの出身の県でやりたいよね。桜タウンってなんか聞いたことあるわ。桜タウンって所沢？名刺配り休めなくて。いやでも名刺配りが休めなかったのはね、香川
と兵庫組と香川兵庫組の子たちとあれか広島公演の日だけだったかな。広島公演の時ってでもいや広島公演は始まる前にやったからそんなにハードに感じなかった別に。ただ香川と兵庫の時は香川と兵庫の時はあれだったか曖昧に1部と2部の合間にやったのでめっちゃ大変だったよね。ピンクの髪さ埼玉なら実家でだっていいんですか。そんなに 大量に押しかけてきちゃっていいねお家でお家でライブそうですねみんなね積極的に声かけてたよね。そうそう結構いろんな人に配った記憶があります。埼玉の北大公園に来たら東北在住の自分と東北に住んでたらさめっちゃ大変じゃないですか、うん、瀬戸内の方に来るってね。愛知置いてる愛知いいね。愛知ワーミャンの故郷ですか。ちょっとみんなのね故郷を回りたい私は。今日の前髪クリップはパンチウサギだよ。よく言ってるんよ私自分の3期生の真剣回りたいです。川川さんのなんか大きい施設あ大きい施設なんだ結構。じゃあそれはちょっと難しいんかなどうなんだろうね。でも行きたいよねこっちの方もね。せめて一箇所ぐらいは行きたいかも。僕たちは研究生のパフォーマンス力上げる。そうなのそうなんかなどうなんだろうね。今回はまだ何も特に目的言われてない気がするかも。どういう感じなんだろうね今回はね。おいおー魔法が一番さんフォローありがとうございます。名古屋なら大阪か神戸いいな。飛行機ってそう行けるから。ああなるほどね確かに確かにそっかそっかなるほど神戸ね
でも観光したい観光したいです。香川も兵庫も自分たちが3期生っていうか、私がまだ行ったことあるのは広島以外は、あ、 STU 入ってから何かプライベートじゃなくて行った場所はまだ全然ないけど、香川と神戸と兵庫と香川と兵庫とあと大阪とかかな、かな。だけどあれだね、なんだっけ、けど外に出たことないかも。ライブさん、コスモスありがとうございますあ、そうだ、神奈川もだ。本当にそうだね。でも神奈川も観光何もできなかった横浜ね、やってしまいました気をつけよう。あ、押さえてやろうかなごめんなさい、危ない危ない、押さえながらやろう。めっちゃ不安定なんだよ今日、ね、今日スタンドがないから。どこでやるのが正解？こう？3期もイオン回ればいいのにね。それ DA のパパよく言ってる大丈夫かな？心配になってきたもん。また落ちてきそう。ちょっと支えながらやろう、ここいや別に見られて困るものはないんだけどないんだけどね。あ、でも自分の好きな部分にしよう、これで困ったですね。まあいっか大丈夫初めてスマホ落としたかも、配信で直サイン会ね、もうすぐ18日だから楽しみでーす委員会楽しみにしてます、楽しみにしてますってファンの人が言うことか。自分も楽しみなんですね自分も楽しみだ。ちょっとサインの練習しとこう誰から聞いたんか忘れちゃったんだけど、研究生ってついてるサインが割とレアって誰かが言ってたんですけど、そうなんですか
コキーさん、お疲れ様。カリーチです。はじめまして、フジリエです。ゆっくりしてってください。あ、レアっちゃレアですね。お散歩し、確かに確かに研究生の時から推してたんよ。はそれはお散歩っぽいってか、お散歩よね。ぽいというか、誤算よね。ねえ、レアなんだ。そう、なんか研究生ってついてるってのがレアって聞いた。ずっと研究生でいればレアじゃん。確かに。ちょっと戻してみようかな。でも怖いな、安定してなさそうで。てかさ、これ逆光だよね絶対。逆光だとしか思えない、この明るさ。電気つけてますからね、部屋の電気。絶対逆光。ほらー、なんならもう眩しいぐらいだよここ。あ、めっちゃこっちの方が明るい。明るくなりました。逆光だったんだね、やっぱり。ちょっとなんか立てるもの持ってくるわ。やばいやばい。何があったらいいのこれ。難しいな。こんな感じ。あ、危ない危ない、また倒れてしまう。あー、いて。これでいいのか。お、めっちゃ明るいし高さもいい感じ。お尻が痛い。ここがいいですね。そう、やっぱじゃ、やっぱ逆光だったよねあそこ。だって部屋の電気つけててもあの暗さは絶対ないよね。ここに眩しい、眩しい、ここか。眩しい、ここ薄いた。じゃあ座ろう。壁にね、光が当たってる。すごい、なんかおー、あったかいもん、ここだけ光のとこ。おはようございます。いい画角を見つけられたかもしれない。いい画角？場所か。
いい場所見つけました。逆光じゃないここは。デイちゃんとお話し会申し込みしたら初めてだよね。うん、初めて。嬉しい。ぜひぜひ会いに来て。ね、今日までだもんね。11月4日はデイのお誕生日の翌日なんですよ、実は。確かにカーテンの背景も朝っぽくてよかったけど、この光が差してるのも良いのではないでしょうか。まあ、こっちの方が明るいし。そう、11月4日は11月4日のお話し会ね、最後だからね。もう早いね。気づいたらもう最後になってた。そう、11月3日に18歳になって、その後すぐですね。でもまだ高校生なので変わらないですけど、年齢は変わります。緊張しちゃうよ、同性だけど。だってまあ初めましてだからね。いや、でも緊張しないでくださいとか言ってリエもめっちゃ緊張しちゃうけど。誕生日とは違うコンサート、全然リエの誕生日、リエのコンサートじゃないから。お疲れいちです。今僕隊のレッスンとユミリンさんの卒コンのレッスンが同時進行してるから、たまにどっちか分かんなくなる。レッスン、どっちのレッスンってなる。なんかさ、先生も違う人になるから時々、どっちだっけどっちだっけとか前日に焦る。今日は、明日はなんどっちのレッスンだからこのランスを練習しておかないとって。
対先生と卒業先生、確かにそうやってやったら国体、そうだね、ユニットもねまだ決まってないね。ユニットはね自分たちもねまだ分からなくてドキドキですね。ユニット楽しみ、何になると思う？じゃあみんな予想してみてください予想してみて。なんか表情筋おかしくない？なんかこっちだけなんかフフフ、年の近い女性ファンの多いイメージある。本当ですか？嬉しい、それはそれは嬉しいですあれほら、なんかあれこれ表情筋なの？なんかこっちだけ、あこっちだけ笑ってるけど、なんかこっちが笑ってないみたいそうそうそう、僕隊の僕隊のやつ、ツアーの会場でリュウちゃんファンの女の子見たよ。だってそう、リュウちゃんファンの女の子いるんですよ、いるんですよってそう、リュウちゃんファンの女の子ね、いつも来てくれるから嬉しい。なんかさ、女の子のファンいない子もいるから、そう思うと自分のうちわとかさ作って持ってくれる女の子がいるのめっちゃ嬉しい年下のディフェンス、とか言っちゃった、できる？リエにとか言って本当にそうなったらどうしよう山口って言われるとなんかわかんないです、山口出身の子は出るんかなって考えてしまうずっと笑顔でいると笑顔で表情固まっちゃうアイドルあるある、そんな人いるの？でも笑顔で固まれるんだったらまだではよく真顔になってしまうので気をつけたいと思います。私女の子じゃなくて女性になり、ごめんなって、なんでなんでなんで、女の子、みんな女の子だよ女性じゃないよ、みんな女の子猫さん昨日は浜口の写真そうだね、そんな名前もつけたね、そういえば浜口の写真なんかつけたね、そんなのあったわ妹の時にね、そうなんですよ妹コンビですからひーちゃんとりえは。でもよくよく考えたら放課後ホームルームコンビでもあったの、放課後ホームルームでも一緒にやってたわ、ひーちゃんとひーたんとって一緒に、ひーちゃんと
でもリエはやりたいユニットがあるんだけど、じゃあマイクさみでそう。そう失礼しました。そうリエはねやりたいユニットがあるんだけど、自分がやってる未来が想像できない。生物海賊王かなって。だってほらなんかやだ、自分のこのなんか片方だけ上がってるんだけど、生物変えとこうか。いいんですか、今からでも間に合うんだったらお願いします。お時間迫ってるよ本当に。じゃあそろそろ誕生を読みましょうか。それでは13位ちぎーたさんありがとうございます。12位ショートケーキさんありがとうございます。11位とどみちさんありがとう。10位ラベさんありがとう。9位ゆうちくんありがとう。8位ヒューポンありがとう。7位だいちゃんさんありがとう。6位357050さんありがとう。5位石剣虫さんありがとう。4位ボブさんありがとう。3位やよさんありがとうございました。で2位ルパンさんありがとうございました。小指が短くって曲がんないんですよ、なんかこうやってまっすぐになっちゃう。そして1位はマッツさんでした。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。じゃあ11月4日のお話し会の申し込みが今日の1時までなので、皆さんこの後よろしくね。また来てくれたら、お話し会来てくれたら嬉しいです。待ってます。じゃあね。はーい、だってはーい。バイバーイ。